はい、どうも、タイキです。よろしくお願いします。チャンネル登録。はい、お願いします。今回なんですけれども、お仕事の話、うんぬんではなくて、今の僕の現状についてね、お話をしていこうかなと思います。8月17日の早朝に、転換発作が起きまして、2泊3日だかくらいで入院をしたっていう経緯があるんですけれども、で、その後ですね、翌月くらいまでは、朝夕のレベチラセタム、別名イーケペラっていう薬を1錠ずつ飲んでて計2錠と、で就寝薬1錠でフィコンパっていうのを飲んで、経過観察をしていたんですけれども、2ヶ月後ぐらいにですね、その就寝薬がなくなった代わりに、ただ朝夕の、レベチラセタムっていうお薬を1錠ずつ増やして1日で計4錠飲んで、転換発作が起きないかどうかっていう経過観察をしていたんですけれども、その後ですね、約3ヶ月あれから経ちまして、現状はどうなのというところで、結構コメント欄とかでもね、ちょっと気にしてくれる方がいらっしゃいますので、そちらの報告動画になるんですけれども、現状としては転換発作は起きていないという状況でございますね。ただなんかね、こういろいろ自分に余裕がないのか何なのかはちょっとわからないんだけれども、何気にやっぱりこう結構考え込んでしまうことが増えてきたかなっていうふうには思うところが結構あって、被害妄想じゃないけれども、陰で自分こういうふうに言われてるんじゃないかとか、こう思われてるんじゃないかとかっていうふうにね、なんか考え込んでしまうようなことが結構増えてきたかなっていうふうに思いますね。奥さんもね、そのことに関しては言ってたんですけれども、それに加えて口が悪いのはもともとだからあれなんだけれども、言葉一つ一つにトゲがある言い方をするようなことが増えてきたんじゃないかなっていうことは前言ってましたね。余裕がないんでしょうね、きっと。その普通に生活しているようなんだけれども、ただやっぱり心の中でどこかしらやっぱり自分に余裕がなくて、でも仕事は普通にやらなきゃいけないし、夜勤も当然やらなきゃいけないしっていうことで、だから別に夜勤を省いてくれとまでは全然思わないし、で実際に薬飲んでて夜勤をやってても実際にその発作とかもないし、夜も寝れてる状況が続いているので、なんかこう転換発作が起きないで今のままでいければいいなっていうふうにいつも通り思ってはいるんだけれども、ただやっぱりその中で自分が今車を運転できないという状況があるので、で今までだったら僕が休みの日にね、結構一人で買い物を行って、事前に晩ご飯とかも普通に作っておいて、で奥さんは帰ってきてちょっとのんびりしてもらうみたいな感じのことがね、当たり前の日常だったんだけれども、その当たり前の日常がちょっと一変したわけじゃないですか。やっぱりその入院っていうことを、転換発作が起きて入院して、実際にお薬も服用して、ただいつ転換が起きるかわからないっていうところで、車も運転しちゃダメだよ2年間っていうふうにお医者さんからも言われてっていうところで、やっぱりその今まで普通にしていた日常が一変して、ちょっと生活状況も変わったっていう中で、やっぱり自分の中でどこかしらの不安は抱えつつ生活してるんじゃないかなっていう風にね、分析とまでは言わないにしても、でもそういう風に思ってますね。やっぱりその個人的に仕事がどうこうっていうよりかは、奥さんに負担をかけてしまっているっていう方が個人的にはその要因としては大きくて、僕の働いている施設の形態と奥さんの働いている施設の形態って言ったら真逆なんですよ。僕はその比較的自立の人たちが多い施設で働いている中で、でも奥さんはがっつり特養で働いているので、従来型のね、今は部署変わってちょっとユニット型になったけれども、でもそういった中でやっぱり身体的負担っていうのが、やっぱりその奥さんの方が仕事量に関してはね、大きいわけで、でもその中で僕が休日で今まで買い物に行っていたものが、奥さんの仕事が終わってから買い物に行くっていう機会が増えてるので、帰ってきたら僕としてはなるべくのんびりさせてあげたい、のんびりして次の仕事にね、頑張って無理せずね、働いてもらいたいなっていう思いが強かった面、やっぱ病気をして生活の状況が一変したっていうところで申し訳ないなっていうふうにも思うしっていう感じで、奥さん自体はあまり気にしてないのかもしれないけれども、でもやっぱりその心的負担はやっぱりちょっと大きくなったよねっていう話はね、ついこの間もう一緒に夫婦でしてたので、そこに関してはごめんねっていう形で言ったんだけれども、でも奥さんとしてはでもしゃあねえじゃんっていう話で
なんか言ってくれたので、まあ僕としてはそこは比較的気持ちは楽になったところではあるんだけれども、現状としては転換発作は起きていないにしても、その僕の身体的なというか精神的な面での負担がちょっとあれかなっていう感じで経過してますね。で、結構コメント欄とかでもやっぱりその僕の病気をね心配してくれている方も結構いるんですけれども、家事とかも奥さんにやってもらった方がいいんじゃないですかっていうそのコメントもね結構いただいたりするんですけれども、僕が実際夜勤でいないとか、その僕はシフトで働いている人間なので土日が普通に仕事入っていたりとかすることも多くあるわけで、っていう中でやっぱりその子供が土日とかってなってくると、奥さんが家にいて子供たちが2人いてみたいな感じで、やっぱりそのね子供が2人いる中で奥さんに全て家事をやってもらう、育児もしてもらう、いや当たり前のことなのかもしれないんだけれども、まあ夫婦ってお互いにやらなきゃならないもんだからね、家事にしても育児にしても、そこをこう分担してやるべきものだっていうのは重々承知しているんだけれども、やっぱりその仕事ですごく疲れて帰ってきている顔をね毎回見ている側としては、やっぱりなんとかその少しでも家での負担を軽減させてあげたいなっていうのが大きいので、気持ちとして、いや僕のエゴかもしれない、もしかしたら僕のエゴかもしれないよ、それはその奥さんに楽をさせてあげたいっていう僕の気持ちがちょっと強めなので、きっとそれはエゴでしょって言われたら、まあそれまでなんだけれども、ある程度の負担はね減らしてあげたいし、奥さんもその何僕が夜勤入り、まあ今日がそうなんだけれども、僕が夜勤入りでまあ朝いろいろ準備してる中で前日の洗濯物をね畳んでくれていたりだとか、その朝出発する前にね仕事に出発する前にやってくれてたりだとかして、なんかこうお互いに協力はし合ってるんだけれども、お互い様だよねっていうところは当然分かってはいるんだけれども、でも僕としてもやっぱりその疲れて帰ってくる表情とかを毎日見てる側としてはちょっと楽させてあげたいなっていうのがあるので、なんかうまくまとめられないんだけれども、でも実情としてはそんな感じかな。ただ僕個人の現状としては8月の17日に転換が起きて、でそっからはねこう発作が起きることなく経過をしていますというところでしょうか。そんなもんかな。まああとはなんかこう仕事にしても日常にしてもね、ちょっと気楽にやっていきたいななんて思ったりしております。まあ今後ねもうちょっとしたら12月でしょ、12月入って気温も寒くなってきて、やっぱり普通の風邪とかもそうなんだけれども感染症にかかりやすい季節にはなってくるので、皆さんもなんかこうそういった感染症だけじゃなくてね、精神面でもねこう気楽にやっていただければなと思います。っていうところで僕の現状報告の動画にさせていただきたいと思います。というところで、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。